卓球のパリ五輪男女代表の選手たちが18日、羽田空港からフランスへと出発した。登場前には全日空のセレモニーに出席。男女のエース、張本智和、智和企画、と早田ひな、日本生命、がそれぞれ抱負を語った。写真、フランスへ出国する卓球日本代表選手たち長本とも、僕にとっては二度目の五輪。 前回は満足のいく結果ではなかったですが、今回は3つの種目でメダルを取れるように全力で頑張ります。早田、五輪では私を含めて4人が初出場になります。緊張や不安もあるかと思うけど、自分ができることを最大限に発揮して、選手6人、監督、そして日本チームのスタッフと一丸となって頑張っていきたいと思います。日本とフランスは7時間の時差があるけど、 ご都合の合う方は日本からいっぱい応援してくださるとありがたいなと思います。行ってきます。パリ五輪の卓球は男女シングルスと混合ダブルスが7月27日にスタート。男女団体は8月5日にスタートする。